プロジェクト世界カラフルステージフューチャリング初音ミク。ごめん、もうそろそろネタがなくなってきた。このまま始まります。こんにちは、くちゅわです。さあ今回はですね、ローバーチャレンジ第3回目かな、やっていきたいと思います。いやね、もうそろそろクリアしよう。もう3回目だからね、もう本当に3度目の正直だから、そろそろね、クリアしないと、クリアじゃないや、フルコンボしないとなって思ってます。どういうチャレンジかっていうと、まあ一発撮りでマスターのロワーやって、フルコンボできるまで動画ずっと撮り続けるみたいな企画ね。いやね、前回ね、確かね、歌が始まる前にやられちゃったのよ。もう話になんないよね、ほんと。歌始まる前に、なんかだからさ、カラオケで例えるとさ、イントロだけ聞いて採点に入るやつみたいな。いや、そんなやついねえから。ということでやっていきたいと思います。いきますよ、とりあえずね、今回こそはやりたい。142曲ね、マスターフルコンボしてきたんで、まあさすがにいけるんじゃないかな。この企画の怖いところは、なんだっけな。すぐに動画が終わっちゃうことなんだよね。だから、本当にね、最初の1ノーツでミスったりしたら1分とかで動画終わっちゃうから、やばいんですよ。ゲームをプレイしてる動画の時よりも、喋ってる時間の方が長いみたいなのあるから、本当に。いや、でもさすがに、自分に自信持っていいと思うんだよ、そろそろね。ちょっとボコボコも聞かれたらごめんね。その辺ちょっとね、申し訳ないんですけど。まあ、実況プレイっていうことなんで、ちゃんとね、無言にならずにね、喋っていきながらフルコンボするっていうのが、この企画のメインになってくるんで、ちゃんとね、喋りながらやっていきたいと思います。いやね、エナナンが、ね、嘘、待って、いやね、エナナンが、ね、嘘、待って、なんで、違うって、ちょ、待って、これいつ終わんの、これ俺さ、1年かかってもできる気しないんだけど、これすみません、これで終わりです。